ヤギヤス郎、ロヤギヤスタロヤギヤスタ1903年2月3日から1987年9月8日は日本の脚本家である。俳優を志すも助監督となり、サイレント映画時代に脚本家としてデビュー、トーキー時代に名をなし、30代で東京発生及び万永の制作部長を歴任、戦後は映画開発の三別組織、 日本映画演劇労働組合委員長、日本シナリオ作家協会会長を歴任、インディペンデント制作会社、ヤギプロダクションを主催した。戦前の一時期、毛利三郎、毛利三四郎、三四郎名義でも執筆した。1903年、明治36年2月3日、群馬県群馬群系が、島村大技萩原、現在の高崎市萩原町に生まれる。 1917年、大正6年、慶が、島村立慶が島人城高等小学校、現在の高崎市立慶が島小学校を、卒業、家業の農家を継ぐが、18歳の頃に家出して、上京、帝国劇場の建築現場などで働く。20歳になる1923年、大正12年7月、徴兵検査を受け、兵種合格となる。 同年9月1日に起きた関東大震災の時には必死に馬小屋から馬を引き出したという。その後の秋に上京、江口美容、森岩を田中英座による日本映画俳優学校に入学第一期生となる。同期に小杉勲、後輩にサブリシンラがいた。1925年大正14年田中の紹介で 神戸の山本果次郎と岡田義子の独立プロダクションに参加するがすぐに解散翌1926年大正15年再度田中の紹介で映画監督の溝口健二と出会い紹介されて日活大正軍撮影所女監督部に入社稲聖一に指示同僚に小国秀夫、滝村和夫、伏水治がおりこの年内田富と出会う 1930年、昭和5年、田坂智孝監督の、この母を見よで、脚本家として、デビュー、同作は、同年5月9日に公開された。同年8月18日、小関宮と結婚、新居を構えるやさぶり新らが、居候として天が込んだ。翌1931年、昭和6年、長女誕生。1932年、昭和7年、 日活に葬儀が起こり、ヤギは各種となり、村田実、田坂智隆、内田トム、小杉勇、東光寺らも同社を退社した。1934年、昭和9年、新興記念まで内田トムが監督した川の上の太陽を西鉄平の名を借りて執筆、支払われた原稿料を内田が直接妻の宮に渡した。同年、ヤギは、 東京の PCL 映画製作所に就職活動するも失敗。同年に玉川撮影所、現在の角川大英スタジオに移った、日活の現代部を訪れ、サエ源次郎の紹介で脚本部に入った。翌1935年、昭和10年、同撮影所の所長に、根岸寛一、企画部長に、牧野光雄が就任。田坂、内田も同社に復帰する。 ヤギはパラチフスに罹患、完勘後飲めなかった酒が飲めるようになった。1936年、昭和11年、内田が監督し、小杉が主演した人生劇場がキネマ旬報ベスト102位を獲得、同作がヤギの出世作と言われる。翌1937年、昭和12年、内田監督の裸の街で、同ベスト105位、同じく内田の 限りなき前進で1位を獲得する。同年、日活を、大社、重修部が、社長に就任した、東京発生に招かれ、制作部長に就任する。1940年、昭和15年に書いた、豊田史郎監督の、小島の春がキネシュ春ベスト101位を獲得、帝国劇場での自称スピーチで、かつて同劇場の建設現場で働いたエピソードを、被した。 1942年、昭和17年1月、戦時統合で大映画設立され、同年、牧野光雄に代わって、根岸寛一が理事を務める満州映画協会の制作部長に就任した。1945年、昭和20年3月、制作部長を辞任して、帰国、8月15日、終戦を迎える。1946年、 昭和21年に結成された日本映画演劇労働組合日英園の執行委員長に就任するが、翌1947年昭和22年3月、第二、組合派が新東方を設立、同年4月、ヤギは委員長の座を東方支部委員長の伊藤武雄に譲った。1948年昭和23年から、 東横映画を中心に脚本を多く執筆した。1952年、昭和27年、ヤギプロダクションを設立、設立第一作として、無着生教の案だ、中学生たちの学級文集を原作に、ヤギが脚本を執筆した、山彦学校、監督、今井忠を制作した。第二作は、1954年、昭和29年、 山本札夫監督の日の果てであるが、そのまま東映東京撮影所作品などに脚本を執筆し続けた。1957年昭和32年に書いた今井忠監督の米は第一回溝の口検事賞、キネシュ春ベスト展第一位を受賞した。1970年昭和45年、日本シナリオ作家協会会長に就任する。 1971年、昭和46年、脳血栓で倒れるが、再起、1976年、昭和51年、73歳を迎えて執筆した、桜田淳子の主演映画、衣装白い少女が4月24日に公開された。その後も、創作意欲は旺盛であり、近代中事件に取材した、朝鮮海峡、1977年、東京大、空襲、 1978年、新蘭、遺作、1979年を執筆したが、未映画化のままとなった。1987年、昭和62年9月8日、黒色種のため入院先の東大病院で死去した。84歳没。同月11日には、シナリオ作家協会葬が行われた。墓所は、群馬県気流市梅田町4丁目、長泉寺である。 日本の映画史と共に歩んだ大物脚本家で、被験する存在のない人物だが、同時に屈折した人と見るものもあり、ヤギによる同時代の人物表もユニークだが、辛口のものが多い。このため可否永遠の執行委員長に就任した際には、奴は満州時代には甘かすに可愛がられたと散々、吹いてやがったくせにと陰口を叩かれることになり、岩崎明も、 その無節操ぶりに対しては冷めた視線を送っている。死ぬ寸前に入院した病院でもわがままを通して、周りから非難の目で見られることも多かったとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。